雪もそこそこ溶けてきたので、スニーカーで家を出たら、家でトコビオで転びました。どうも、カリです。こんにちは。夕方に履き替えました。お土産を買って、夜食を買って、早めにバスに並んでます。寒いのでバスターミナル下のコーヒー屋さんでソイラテを買いました。S サイズです。苫小牧フェリー行きの高速バスになります。何やらガサゴソしておりますが、周りは寝ております。申し訳ない。こちらはイスタの惣菜屋さんで買いました。はい、こちらですね、日本一というお店で焼き鳥を買いました。はい、こちらですね、札幌駅に早めに着いていたのにお土産選びに時間がかかりすぎて、あっという間にバスの時間でした。続いてつくねでございます。近すぎてボケています。今からどこへ行くのかと言いますと、サムネを見てお分かりの通り、岩手に住んでいる親戚に会いに行ってきます。つくね気になんな。岩手に行くのは7年ぶりとかかな。ちなみに私は岩手出身で北海道育ちです。食べ終わりました。フェリーターミナルに着きました。フィルムがほぐけております。はい、ここからはフェリーに乗っていきます。行きはシルバーフェリーのティアラです。船乗ったことない人、あー結構いますね。私は岩手に行くときはフェリーか飛行機です。こちらが寝床です。ロッカーもあります。ちなみにこちらはレディースルームです。毛布は400円で借りれます。大丸のお惣菜売り場で買いました。お子は好きです。ちょうど割引になっておりました。今日もいい具合にボケてますね。もぐもぐしております。もどうした？あ、食べた。箸の持ち方変ですね。バッテンになっております。あ、また落とした。あ、食べた。はい、船を満喫してる風ですが、まだこちら発車しておりません。それは、あ、おこわ屋さんのお名前ですね。米八と読みます。確か大丸の下だったかな、入ってたね。はい、栗のね、おこわとかもあってね、そっちも食べたかったんですけど、ちょっとね、こっちを買いましたね。なんちゅう顔をして食べてるんですかね。あ、時計を見出しました。後ろにも時計がございますが、気づいていない。びっくりした。え、最後の1個です。大きい口を開けて入れました。もぐもぐしております。また時計を見る。何回見るんですか。後ろにもございますよ。ちなみにですね、鼻の穴が丸見えなのがいつもコンプレックスでございます。はい、どの角度でも見える。夜食に大福堂のお団子も買いました。まさかのもう一個ですね。買いすぎですね。はい、左右に各部屋があります。先ほどお風呂へ入ってきました。あとは確定申告の続きをして寝るだけです。デッキはこんな感じです。真っ暗、綺麗。ちなみにこの窓横のところで作業していたのですが、ずっと足音が聞こえておりました。泣きそうでした。こちら自販機がございます。はい、こちらが八戸のフェリーターミナルです。
かしいドリンク。はい、リンゴジュースです。八戸のフリータムになるには朝早くから空いてる売店があり、そこでお惣菜とおにぎりを買いました。安い。サングラスかけて透かしているやつではありません。前の席で眩しくてかけております。眩しいっていう顔です。すごい天気が良くて、私の日頃の行いの良さがすごい天気に出ちゃってるなっていう感じでしたね。はい、口に入れすぎですね。はい、食べ終わりました。次はおにぎりですね。おにぎりあったの忘れてた。この後八戸のポケストップをたくさん回しました。地元には全然ないので嬉しいです。ポケモンみんなやってますか？山は雪だらけでございます。森役駅に無事着いたのですが、こっち側初めて来たので折り間違えたかと思いました。バスまでの時間があったので初ジンジャーシェイク飲みました。初ジンジャーシェイクです。はい、バス待ちですね。はい、ジンジャーシェイク美味しいです。森岡駅のお店もかなり変わっててですね、ラッシュとかローズとか札幌と変わらない感じのお店がたくさん入ってありました。感動。ズンズンズンだ、ズンズンズンだ。でんでん虫というバスもあるんですよ。さて、ここからは普通のバスに乗り、ちいちゃん家へ向かいます。ばあちゃんが亡くなってから何年も経ち、何年前からかちいちゃんには同棲している彼女がいます。一人で安心です。北海道よりは雪が少ないです。北海道では珍しいガラガラ度ですね。ピンポンの位置が分からなくてですね、口でピンポンって言ってみました。着きました。いやいや、お久しぶりです。じいちゃんがお昼ご飯を用意してくれました。パン焼いてバター塗ってくれました。優しい。見覚えのある温泉へ。ここは昔ゲンデルランドという温泉付きのホテルでした。一度は潰れたのですが、違うオーナーさんがまた再開してくれたようです。懐かしい。名前も変わり、オラホの湯になりました。オラホの温泉ですね。はい、オラホの湯です。懐かしいこの景色。昔もなんか上から垂ら下がってたような気がしますね。はい、ピカ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 。至る所にミッキーがいます。温泉の数も減っていて、サウナも1個になっていたけど、ちょうどいい湯加減でサウナも最高でした。言えてる？え？左のゴリラなのかクマなのか分かんないけど、こちらも見たことあるので昔からいるのかな。昔宴会ホールでご飯食べたりしてる時はビール飲んでる人もカラオケしてる人もたくさんいました。この日はちょうどお雛様だったので飾ってありました。昔ここはカラオケの部屋でしたが、今は昭和の小部屋っていうお部屋になっておりました。見にくいので、興味のある方は行ってみてください。ぜひ温泉もね、入りに行ってみてください。夜はオードブルとお寿司とじいちゃんの彼女が作ってくれたご飯です。てか買いすぎなのね。はい、このシール知ってる？ポケモンパンのシール。ポケモンパン北海道でないのよ。はい、おはようございます。昨日はじいちゃんとワインも飲んで夜中までこたつで寝てました。朝はじいちゃんがご飯だよって起こしてくれました。優しい。昨日は彼女さんからじいちゃんとの慣れ初めの話も聞かせた。そしたらこんなの、こんなことなわざわざわざ。
この後昔孫のように可愛がってくれてたおばちゃんと会えたんですけども、認知症が進行していて私のことは覚えてませんでした。こういう経験が初めてなので、なんかまあちょっと悲しいけどね。昔からね、みかんをねチュ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 って食べてペッて出すおばちゃんだったんですけど、はい、それが懐かしくなりました。はい、まあ、88歳だと言ってたんですけど本当は90歳でですね、サバ読んでるよって言って1回通じたんですけどね、あ、その後も私は88歳よって言ってましたね。はい、昼はお蕎麦を食べに行きました。そして夜はじいちゃんが退職祝いでいただいたワインを一緒に飲みました。おはようございます。こちらが朝ごはんです。今日もすごい量ですね。本日晴天でございます。撮影スポットに来て撮影をしております。次回タラオ一ノ関へ行く。